はい、豊玉です。いつもたくさんのご視聴、そしてあったかいコメントメッセージ本当にありがとうございます。今日も耕作放棄地状態になっているわらび畑のすぐ下ののり面を買っていきたいと思います。これですね、うちの地域の下を流れ、自分とこの地域の水路なんですけどもね、尾形には水路がたくさんあって、至る所にこう水路網があってですね、稲作をどんどんこう広げていったというすごい歴史があるんですね、先人たちの。でこの色のすぐ上ののり面になるので、滑って落ちたらびしょ濡れになっちゃうんですよ。ですから今日はちょっと先日までのところはそこまで水路の近く、色の近くじゃなかったんですけど、今日から取り掛かるところは全部色沿いののり面になるので、まずは転げ落ちたり滑ったりしないように気をつけて安全にやっていきたいと思います。自分の目処としてはですね、もう無理をしないっていうところで、やっぱりもう少しずつちょこちょこってやっていくことの方が大事で、一気にバーって仕上げたい、性格ではあるんですけど、でもそうではなくて、やっぱりやめる勇気、止める勇気も大事だなって思っています。ということで今日からですね、ちょっと気合い入れてやらなきゃいけないのり面に取り掛かります。もしよろしかったらチャンネル登録、そして高評価、グッドボタンよろしくお願いします。なんか登録者数がちょっとずつ増えていくことっていうのは、私たち YouTuber にとっては一番のやっぱ励みにもなりますし、またグッドボタンが増えれば増えたで、なんかこうよし頑張ろうって、なんか見てくださってる方いるんだなっていう感じで励みにもなりますのでよろしくお願いいたします。気合を入れて取り掛かっていきます。
今日買ったところをちょっと見てみましょうかね。ちょうどですね、このトンネル、水路がトンネルが出たところからが塗り面なんですけど、こうですね、ずっと買っていきました。まあ、もうできるだけ絶対その水路の方に、落とすわけにいかないんで、一番下のところはやっぱかなり気を使いますね。でこうやって買っていったんですけども、まあ、あんまり面積的にはそんなに買ってないんですけどね、もうなんか足を踏んだったりとかする関係上かなりこう気を使って自分もやってますよね。なんかかなりやったって感じがするけど、見たらこんだけかって感じなんですけどね、まあ、とりあえず獣道がここあるんですけど、この獣道を境までにして、向こう側向かって右側を買ってしまいました。まだねあと半分ぐらい、同じぐらいの距離ですけども、柿の木のところまで行けばまあちょっと霧がついた感じにはなるのかなと思っています。ということでですね、今日まあちょっとおっかなびっくりではあったんですけれども、なんとかこの乗り面の方できましたが、実はこっちの方がちょっと傾斜がね緩やかではあるんですよ。これから向こうの方がかなり急傾斜になるので、やっぱちょっと考えんといけんなっていう感じなんですけれども、まあ、事故なくやっていきたいと思います。まあ、ここはですね、代々じいちゃん父こうやってね、この乗り面、母もですよね、この乗り面の草刈りを、まあ、じいちゃんの時代なんか機械なかったですからね、鎌で手で刈ってたんだと思うんですよね。でも本当に綺麗だったんですよ。すごく綺麗で、やはりね景観って草切り大事だってもうつくづく最近思ってるんですね。ただ植えるところだけを綺麗にみんなするんだけど、やはりね農村景観の美しさってそこだけじゃない、植わってるところだけじゃないんですよね。こののり面の美しさとか、のり面にどれだけ手をかけてるかっていうことが、その農地への愛情みたいな、そんな感じがこうすごくするんですよね。ただ作ればいいとかそういう感じではない、まあそれが昔の考えだって言われたらそこまでですけど、でも景観に関して言えば、こののり面が綺麗に草が刈られているとかですね、整備されているとかいうのが一つのこの素晴らしい農村景観の一部であるというふうに私は思っているので、まあ、自分ができる範囲、まあ、ちょこちょことやっていきたいなと思っています。そう思うとですね、やっぱこう黙々とそれが当たり前のこととして、特別なこととして思ってなくてやってきた、そういう先人の偉大さをすごく感じています。ということで今日はですね、もうのり面の草刈りをするという、もう見ててハラハラするような動画だったかもしれませんけれども、最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回のトヨタマ散歩でお会いいたしましょう。バイバイ。